million. バーミリオン、こんな場所で何をしている？あなたは赤鬼？すみませんが、今あなたに用事はありません。悪いが、用事があるのは私の方だ。第七機関が私に？心得から貴様を連れてこいと命令されている。悪いが付き合ってもらうぞ。心得？誰だか知りませんが、そんな暇はありません。サルキ少佐を一刻も早く見つけないと。それが今の貴様の任務というわけか。任務？そうです。何がおかしいんですか？貴様は嘘をつくときに動揺を隠せないタイプだ。ここの絵の言い方を借りれば、精神波長が揺らぐというやつか。え？まあいい、話は後でゆっくり聞くとしよう。さあ、一緒に来てもらおう。触らないで！やれやれ、可能であれば穏便に済ませたかったのだが。そこをどきなさい！致し方ない、本意ではないが、力ずくで行かせてもらうぞ。バカな、この私が。どいて、私ルーキーと思って心のどこかに油断が生じたか。しかし、そのアークエネミーは。ベルベルクが、何？いや、何でもない。とにかく私、急いでますから。私が少年ってどういうことですか？私、忘れませんからね。一生恨んでやりますからね。ハルル君、あなたがとても優しい子のはず。きっと何かの勘違い、考え直して。あなたは一体何者なのですか？暖かな光が見えます。ノエル・バーミリオン少尉、ようやく見つけました。その制服は？審判の羽、統制機構第ゼロ師団のものです。第ゼロ師団？現在機関に帰投命令が出ていることはご存知ですね。はい。では第四魔導師団、師団長秘書官、ノエル・バーミリオン、直ちに本部に帰投しなさい。私、帰れません。椿、どうして？ノエル、ジン兄様を私が探し出して連れて帰るわ。だからお願い、おとなしく本部に戻って。ダメ、私帰れない。お願いよノエル、出ないと私あなたを殺さなくちゃならなくなる。椿、冗談だよね。冗談でこんなこと言えると思う？椿、ごめん。ノエル、
繰り返します。失踪中のジン・キサラギ少佐は我々が確保します。ノエル・バーミリオン少尉は速やかに本部に帰投しなさい。さもなくば帝の名のもと執行官の権限において反逆罪を適用し階級の剥奪および統制機構からの永久追放を決心します。椿、抗う場合死をもって制裁します。そんな、椿大丈夫？ごめんね、私夢中で。いいの、ノエル、分かってるわ。椿、ずっと手加減して戦っていたでしょう。そんなことないわ、私はずっと本気だった。だけど勝てなかった。でも不思議と悔しくはないの。なんとなくだけど、ずっとノエルには勝てないって思っていた。どうして？もう言って、ノエル、私は大丈夫だから。うん、わかった。椿、ごめんね。え、待って、行ってしまう前にもう一度顔を見せて。え、椿どうしたの？なんでもないわ、大丈夫よ。ありがとう、ノエル。ごめん椿、私行くね。大丈夫、まだ見える。